はい、こんにちは、まつげです。今日もレッツゴーデイリーライフの方やっていきたいと思います。ももちゃんパイセンのレベル3、1話の方見ていきたいと思います。メンバーが面白そうだからももちゃん、おいお前らトランプやろうぜ。トランプだよ、絶対面白いわ。やるやります。無理、今手が離せない。いや無理なんかい無理なんかい、俺もお前も無理なんかい。なんでだよ、みんな集まってんのに。 いいよ、私とやろう。二人でババ抜きする、おもんな二人でババ抜きおもんね。なあミスった、今集中してるんだから話しかけるなっての。めっちゃびっくりした、音でかくね。つまんね。いやだから私やってあげるよ。おお前ら、ちょうどよかった。お、丸井くん。ケーキ作ったんだけど、一つ余ってね。誰か食うか？食べる。私いただきます。はい。ももちゃんも食べるの？じゃあ分けるか。ちょっと待て、丸井先輩のケーキ、俺も食いたい。じゃあ3人で分けるか、仕方ないな。はあ、今無理なんだろ。それとこれとは話が別なんだよな。ケーキなら俺も。そうだよ、ゆうたくんね、甘いものに目がないから。俺の方が早かったし。いやもう分けようぜ。そんなに分けられるほどの大きさじゃないのかな、もしかして。だったら公平にゲームで勝負したらいいだろ。トランプやりますか。じゃあ勝ったやつに俺の天才的にうまいケーキを食わせてやるよ。食べたい食べたい、普通に。いいっすね、賛成。賛成、私も賛成。なんか納得いかねえ。でもわかりました。いや、ケーキの持ち主がそう言ってるんだ。じゃあ4人でサクッと勝負して丸い文太のケーキを奪い合いますか。まずはてめえだ。まずはって何、その順番にやんの。受けて立つぜ。あ、格ゲー。格ゲーで叩き潰してやるよ。格ゲーするんかい。トランプじゃないの。うわー、行くぜ。どんな格ゲーだよ。いや、わからん。え、そこでやられたえ、赤やってゲームそんなに上手じゃないの。よっしゃー、次だ。いやー強え、ケーキかかってるとこんな強いの。よし、俺はシューティングゲームで。いろんなゲームがあるのね。ブロック崩しかな。おらー、いけいけいけ。まあ、嘘だろ。さすがももしろ、食べ物への執念はナンバーワンだ。いや執念でその技術は埋められないと思うけどな。特にゲームに関しては執念だけじゃ埋められない差というものがあると思うんだけどな。やったぜ、丸井さんのケーキは俺のもんだ。いや、あの私にもくれませんか。私と勝負してねえぞお前。ポケットモンスターで勝負だ。いやでも普通に負けそうな気がするな、こいつなんか読みすげえもんな。はい、じゃあももちゃんのレベル3第2話見ていきたいと思います。カイくんとタニシくんか。丸井さんのケーキうまかったな。でも今度甘くないものも。いや待って、ももちゃんでもここ多分甘いものしか売ってないよ。こういう時は大好物のあれに限るぜ。ああ、ももちゃんの大好物ってなんだ。なんだろう、何が好きだったっけこの人。ラーメンとか。お、ももしろ、ヤーモラフテーバーガー食べに来たば。ハンバーガーか。ああ、食べてたわ。めっちゃなんか山盛りのハンバーガー食べてた。あったな、そういう描写あったわ。なんだそれ。ここの期間限定メニューさ。期間限定メニュー。へえ。でも俺はエビカツバーガー。待って、でもここハンバーガー屋さんか。ケーキ屋さんとかお菓子屋さんにしか見えないんだけど。カフェかな。カフェ、あ、うん、カフェじゃね普通に。
なあ、それが限定メニューの？いや、ワンはグルメバーガーよ。グルメバーガー。ケイ君の大好物。ラフテーバーガーってなんなん？ラフテー、ラフテー。ラフテー、ラフテーは可愛いんだけど、何ラフテーバーガーってのはラフテーって何よ？ん？うん、やっぱり最高だ。エビカツバーガー、ラフテーもマーサンド、マーサンド、うまいって書いてある。グルメバーガーもうまいさ。いや、かわいいなこいつら。いや、私はいいよ。私はあの君たちがハンバーガーを美味しそうに食べてるところをニコニコしながら見てるわ。これで午後の練習も頑張るそっす。ニコニコなのかニチャニチャなのかちょっとわかんないけど、にやにやけるね。ああ、そういえば比嘉中って紅白対抗戦で全員同じ組でしたよね。そうだね、確か白じゃなかったっけ全員。いいな、動きやすそう。いや、そうでもなかったさ。来てのやつワンのこと盾にしたし。なんかカイ君ってそういう役回りだよね、いつも。ああ、あの人ならあるかもっすね。それにどうせなら戦ってみたかったや。ああ、そういうあれもあるんだやっぱり。来てだけ一人で、他の4人全員赤チームだったらよかったのにね。確かに堂々と狙えるしや。うん、来てのこと。あのリーゼントに胃がぐり刺さるとこ見たかったさ。ちょ、やめてよ。もう想像したら、もうなんか規定が出てくるたびに胃がぐりがリーゼントに刺さってるとこ想像して笑いが出るんだけど、それ。ちょ、やめてくんない？面白いこと言うの。わかるかも。わかるの、まあわかるよね。わかるよね。私もわかる。まあでも、部長に挑んで超えたい思い、俺にもあります。そうやんばよ、いつか絶対超えてやりたいさ。まあ手塚はそうだよね、なんかやっぱ超えたいよね。はい。おお、なんか最後真面目な話で終わったな。はい、じゃあももちゃんのレベル3第3話見ていきたいと思います。なんかメンバーすげえぞ。濃いな。これから行くカフェって結構有名なとこだよな。そうそう、デザートワゴンが人気らしいぜ。デザートワゴン、何デザートワゴンって。限定メニューがあるんだってよ。デザートワゴンって何？どんなスイーツがあるんだろうな。ゆうたくん、スイーツに目がないから。お、カフェが見えてきたぞ。すごく並んでるみたいだけど。てか、ブンタも誘ってやれよ。行列っすね。え、さすが有名店。あれ、リョーマも一緒に来てる。3人で、阿久津でしょ。で、阿久津が一緒に来るわけないし。ってことは、もしかしてモンブランが期間限定で出てて、そこのカフェで。で、カフェに入ったら、阿久津がいるみたいな、そんなパターン。そうだなぁ。て、あれは。いや、絶対そうだ、これ。初手下打ち。最後尾に並んでるってことは今来たばっかりってこと？まさか阿久津さんもデザートワゴン目当てっすか？モンブランでしょ、モンブラン。モンブランに目がないじゃん、この人。だからなんだ。俺たちもなんです。よかったら一緒に並びます？いやとか言いそう。てめえらと並び合うつもりはね。まあ、でも最後尾なんでしょ。その後ろに並ぶから結局一緒に並ぶみたいな感じになるよね。まあまあ、そう言わずに。うるせえ、黙れ。うるせえ、黙れ。あ、てか全員後輩か、ここ。モモ先輩、あそこの看板、4人以上だとグループ割があるみたいっす。お、あ、これはあれじゃない、一緒に並んでくれるんじゃない。本当だ、結構安くなるな。マジ？やっぱ一緒に並びましょうよ。浮いたお金でもう一個モンブラン買えますよ。知ってるんだ、やっぱモンブラン好きなの。いや、これは一緒に並んでくれそう。ち、
そこまで言うな。いや、っていうか、すでに4人だったので、別に阿久津いなくても割引できたけど、いや、私もいるから。よっしゃー！まあ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 、でも4人以上だったらって言ってたからね。5人でもね、割引されるから。いけるいける。いや、食うとこまで見せてよ。食べるとこまで見せてくださいよ。阿久津がモンブラン買うとこ見たかったのに。なんかすげえ中途半端なとこで終わったんだけど。そしておまけボイスを手に入れました。ありがとうございます。